ある日、ネコ坊はコチを友に連れて、お父さんに買ってもらった自動車、鉄工房へ打ち乗って旅行に出かけました。ネコ坊の自動車が炭鉱して動かなくなりました。ネコ坊はベカをかいています。コチも泣いています。これを見ていた大鷲が、腹を抱えて笑い出し、その上にネコ坊をからかい始めました。ネコ坊は大変怒りました。そして、学校で覚えた得意の高跳びで、いきなり、土地の上に飛び上がって、大鷲を捕まえ、大格闘を始めました。さすがの大鷲も、力の強いネコ坊にはかないませんでした。ネコ坊さん、降参です。どうか許してください。その代わり私が、この自動車に綱をつけて、お月さんのところへ案内いたしましょう。と申しましたので、デコボは許してやりました。お月さんに近づいてくると、雨や風がだんだん激しくなってまいりました。それで工機の綱が、ぽつっと切れてしまいましたから、さあ大変。